打った伸びていく、入ったホームラン。いや、改めてお聞きしますが、この糸井どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。次が3球目、綺麗に落としてきました。ワンボールツーストライク。緩いボールできました。さあ5球目は何か、見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックス土井、ツーアウトランナーありません。初球打ち、打った瞬間確信した、入った、ホームラン。いや、かっ、さあ初球は何か、打った、これもいったか、入った、ホームラン。いや、ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の初球は何で来るか、打った、これもいったか、入った、ホームラン。追加点、セーフティーバント、これはファウル。打ちました、またファウル。インコースボール、高めのボール、切りました、ファウルボールです。高め大きく外れました。引っ張った、レフトへ打球伸びる、高部が掴んで3アウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは近本。点差を詰めるには先頭バッターの出塁も重要になってきます。初球空振りです。2球目打ちました、ヒットになった、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている坂倉、ヒットでランナーを1塁に。インコース詰まりました、メルセデスが抑えています。ワンアウト、バッターボックスは3番高部、ワンアウトになっています。走ってきた、ヒットエンドラン、ショート取った、2塁はセーフ、アウト、2アウト。バッターボックスには4番杉本、まあ、ジャイアンツとしては序盤から点差をつけてますから、思い切ったピッチング、初球打ち、ここは打ち上げていい、内野フライ掴んでアウト、これで3アウト。最後ピンチになりましたが、得点は許さず試合